では行きましょうか。今回ジンベイです。こっちだ。早く麦わらを運んでこい。どこに行きゃいい。俺が麦わらを運ぶ羽目になってんだ。あ、話は別になるけど、ジンベイの像がね、この前出来上がったよね。最後の一つジンベイ像が出来上がりました。なんかね、近くに行くと結構渋滞しててまだ入れなくはないんだけどね、まだそこまでねいっぱいで入れないんだよね。よし、外国の人とかもね結構見に来てて、早めに写真でも撮りに行きたいところですね。めちゃくちゃ見てるかな。多くない。そっちか。じゃあ、初めの道から。おい、キザルがいるじゃねえか。そこに向かいってことか。じゃが、もう一つの道はかなり遠回り。どちらから進むべきか。どっちに行く。いや、あ、とりあえず倒さないといけないのか。とりあえず倒さないといけないっぽいね。受けてみよう。あと一回こっちにいるのか。あ、ここら辺か。傷ついたルフィ君を連れたまま対象の相手などできん。お前もいるんかい。よし、そしてこっちには対象なんていねえだろうな。あ、いた、バギーいた。バギーどこ。そっち側に向かうのか。あ、オッケーオッケー。バギーを先導していきましょう。まあ、速攻倒せばいいね。速攻倒してシールドはね、技が溜まりやすいんで、ものすごい使いやすいのよね。バギー、あ、いや、ついてきてねえな。あそこで足止め食らってる。どこだ。いた。いいよ、もう速攻倒すから。巨人空手王。まだいる。行くぞ。オッケーオッケー、俺が足止めしとくから。モンキー D ルフィの追撃を開始する。倒しきれてない。ひなちゃんを助けろってこと。はいはいはい。海に出ればわしの土俵じゃ。あ、バギーはもうどんどん下に行ってるね。オッケーオッケー、いけるいけるいける。バターシュ、ここで敵を抑えしゃべる。麦わら防衛のことは頼んだわよ。俺はあんたを心より尊敬し憧れてたが、あんたは老いた。処刑されゆく部下一人救えねえほどにな。お前じゃねえんだ、ロジャーが待ってる男は。まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を立てと、あいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か、全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。
葉だ、息子たち。死んでやがる、立ったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ最高のショー。出てきたぞ。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール、これが俺の闇の身の力。そしてあの構え。親父の能力。全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。